ジャック・ラッセル・テリアは19世紀にイギリスで開発された狩猟用の犬種です。小型で活発な性格で白い毛と茶色や黒の斑点が特徴的です。もともとはキツネやウサギなどの獣脚動物を追い出すために使われていましたが、現在ではペットや小ドッグとしても人気があります。ジャック・ラッセル・テリアは知能が高く訓練しやすいですが、同時に頑固で自立心が強いので、しっかりとしたリーダーシップと適度な運動が必要です。この犬種は人懐っこく、子供や他の動物とも仲良くできますが、テリア特有の狩り本能があるので小動物に対しては注意が必要です。ジャック・ラッセル・テリアは健康的な犬種で、平均寿命は1316年です。遺伝的にかかりやすい病気は目の疾患や膝関節の脱臼などがありますが、定期的な健康診断と適切なケアで予防することができます。ジャック・ラッセル・テリアは活発で知能が高い犬種として知られています。そのため適度な運動や刺激を与えることが必要です。散歩やランニングなどの運動だけでなく、チーク玩具やトレーニングも取り入れることで、ジャック・ラッセル・テリアの賢さを引き出すことができます。またジャック・ラッセル・テリアは社交的で人懐っこい性格を持っています。家族と一緒に時間を過ごすことや他の犬や子供との交流を楽しむことで、彼らの幸福度を高めることができます。ただしテリアの狩り本能があるため、小動物に対しては注意が必要です。